ご苦労様です。蛭川さん、こっちです。たく、ふざけやがって。めぐるぞ。ひどいですね。蛭川君、葵君、急に呼び出して悪かったね。お疲れ様です、所長。この遺体の状況は？ああ、連続殺人事件の新たな被害者ということだな。これで9人目だ。なめやがって。帝都警察の威信をかけて総動員で取り掛かることになるだろうね。威信なんてとっくにかけてますよ。だが分野の連中が騒ぎそうだ。仕方ないですよ。あ？じゃあなんだ？てめえも警察のせいで事件が起きてるって言いてえのか？そうは言ってません。ただ下手人を野放しにしているのは事実です。なことは分かってる。しかし手がかりがない。前の被害者の身元もようやく昨日判明したくらいだ。女の顔をこんな風にできるなんて普通じゃねえ。ええ、刃物で切り刻んだ挙句鈍器で必要なまでに潰すなんて通常の精神状態で可能なことじゃない。唯一の手がかりがこれだ。蝶のブローチ。今回の被害者もこのブローチを所持していた。犯人が持たせたのか、はたまた持っている人間を狙ったのか。どちらにせよ、このままじゃまた誰かが殺されちまう。それだけは絶対に防がなければならない。葵君。はい。このまま好き勝手させるわけにはいかない。あの人に協力を仰いでみるか。花は儚き恋せよ乙女。探偵神馬林道の報告書。天正14年9月1日本日より芸能座では新作舞台が公開されます。主演はもちろん松江ゆま子。劇中で歌った花は儚き恋せよ乙女も大人気。美しい大輪の花が咲き誇る姿を、あ、どうぞご覧あれ。しょうがねえ。これだから事務作業は嫌いなんだ。お疲れ様。はい、どうぞ。兄さんの好きな濃いめのお茶です。ああ、ありがとう。この報告書後で郵送しておいてくれるか？ええ、4波と外出する予定だからその時に送っておくわ。すまんな、押し付けてしまって何を言うの。兄さんのおかげで私は学校に通えてるんだもの。感謝してるのよ。卒業したらこのまま兄さんのお手伝いをしたいくらい。バカ、なでしこはそんなこと考えなくていい。探偵なんてヤクザな仕事、俺一人で十分だ。でも私が手伝えば報告書だって代わりに作成することもできるでしょ。兄さんだって楽になるんじゃない。報告書ってのは実際にこの目で見てきたからこそ書けるもんなんだ。それなら一緒に。現場の下の字も知らないやつを連れて行けるわけないだろう。その下の字を知るためにも連れて行ってほしいのだけれど。だからな。正直に言えばいいじゃないですか。なでしこさんを危険な目に遭わせたくないって。ほんと、リンさんは素直じゃないんだから。あ、おい、家主の許可なく勝手に入るな。いくら刑事でもこれは犯罪だぞ。なでしこさんには許可取りましたよ。兄さんが忙しそうにしていたから
ユースケさんに待っていただいていたのよ。ほらね、それとも次回からきちんとノックして尋ねた方がいいですか。四ツ谷の名探偵神馬林道さんがいる神馬探偵事務所はこちらですかってね。何が名探偵だ、馬鹿にしてるのかお前。違いますよ、仕事の依頼をしに来たんです。お断りだね。誰が警察の手伝いなんか。兄さん、そろそろ家計が厳しいわ。話くらいは聞いてやろう。最初から素直に協力してくださいよ。凛さんだって元刑事なんだから、最近の事件もちゃんと耳に入れてるんでしょ。ほら、そのためにラジオだって買ったんでしょうし。違うわよユウスケさん、兄さん新しいもの好きなだけ。おい、なでしこ、もういいから遊びに行ってこい。はいはい、じゃあ行ってくるわね。ユウスケさん、ごゆっくり。まったく。事件の話、なでしこさんに聞かせたくないんでしょ。過保護な兄を持ってなでしこさんも幸せなんだか不幸なんだか。うるせえ、関係ないだろ。だいたい警察が一般人を頼るんじゃない。昼川の野郎はどうしたんだよ、あいつも辞めたのか。昼川さんは捜査本部にこもりっきりです。自分の足で証拠をつかみたいのにできないからピリピリしてますよ。目に浮かぶようだよ。ちなみに今回の依頼は藤原署長直々のものです。昼川さんから何か言われても署長案件だと返してくださいね。あの人、凛さんが現場にいると突っかかってくると思いますんで。それも目に浮かぶよ。今回の依頼ですが、帝都で起きている少女連続殺人事件への捜査協力です。ああ、ラジオで聞いたな、少女ばかりが立て続けにって。実はね、記者には話してない情報なんですが、この資料を見てください。ん？なんだこりゃ、顔が全部こうなのか。ええ、刃物でかきむしるみたいに顔が傷だらけにされてて、挙句鈍器で潰されてるんです。ひどいな。ねえ、おかげで被害者を割り出すにも一苦労でしたよ。ようやく6人目の被害者まで身元が分かりました。被害者たちには今のところ共通点を見出せていません。年齢は10代前半から20代前半まで。かわいそうに。凛さんの協力が必要です。犯人につながる何かを見つけてほしい、それが僕らの願いです。はあ、極力警察とは関わりたくないんだがな。戻ってこいって言われてるみたいで。それだけ頼りにしてるってことです。事件解決に有益な情報を掴んでもらえたら、その分報酬は弾みますよ。しょうがねえな。分かったよ、こっちも生活があるし、それに放っておけねえからな。ありがとうございます、頼りにしてます。今回は署長案件ということで特別な捜査権も与えられますから。あ、ちなみにこの後被害者宅に行く予定だったんですが、凛さんもどうですか。行きゃいいんだろ、さっさと捕まえて被害者の無念を晴らしてやるよ。ここが最初の被害者の部屋です。葬儀は済んだそうですが、部屋は亡くなった時のままだそうで。ああ、そうだろうな。身内が、それも自分の子供が殺されたなんて簡単に受け止められることじゃないですね。遺体確認の際もお母様はその場で気を失ったそうです。無理もない、あんなひどい姿を見せられたら。お前だって少なからずそういう感情があるだろう。ないとは言いません。でも警察官をしてりゃ、いやでも人の生き死にを見なきゃならない。いちいち落ち込んでたら務まりません。だな。凛さんが警察を辞めたのはそれが理由ですよね。どうだかな。ん？これは？どうしました？机の上が散らかってる。部屋は綺麗なのに。おそらく警察が調べたんでしょうね。はあ、だから警察は嫌われるんだ。散らかしたら片付けろ。子供でもできるぞ。なんだこれ、チラシか。随分大量に本棚に詰め込んであるんだな。ああ、
芸能座のチラシですね。松江ゆま子のファンだったんじゃないですか。演劇が大好きな子だったとお母様もおっしゃってましたし。女優になりたかったのか。かもしれませんね。この辺りじゃ有名な美少女だったらしいです。くそ。必ず犯人を逮捕しましょう。これ以上の犠牲者を出さないためにも。当然だ。だからこうして手がかりを探している。犯人だって物受けの類ってわけじゃない。人間だ。痕跡は残っているはずなんだ。しかしすでに捜査員が入っていますからね。ここにはもう。いや、何もないなんてことはない。目には見えているが、俺たちがそれと理解していないだけかもしれない。ん？この封筒。どうしました？中身がない。お知らせとだけ書かれている。他に何も書いていないってことは、直接渡されたってことだ。女学校やご友人からのお手紙では？なら中身の手紙があってしかるべきだろう。ひょっとして被害者はこの手紙で呼び出されたんじゃねえか。でもそんな手紙どこにも。持って行ったんだよ、犯人が。ってことはこの手紙の送り主は呼び出されても抵抗なく会いに行く存在。つまり顔見知りだ。そうか。もう一度彼女の交友関係を洗い直します。失礼いたします。葵警部補と神馬探偵で間違いありませんでしょうか。僕が葵だ。何があった？報告があって参りました。つい先ほど顔を潰された若い女性の死体が発見されました。凛さん、行くぞ葵。所長。葵君、それに神馬君も。ご無沙汰しています。まさかこんな再会になるなんてな。うまい酒を飲もうと思ってたのに。しばらくはお預けでしょうな。それで被害者の死体は？ここだ。布にくるまれて置かれていたところをたまたま通りかかった近所のご婦人が発見した。昨日の夕方にはなかったらしいから、昨夜から今朝にかけての犯行だろう。殺しの現場もここで間違いなさそうだ。見せてもらっても？ああ。ひでえな。前の9件と全く同じ状態だ。そしてこれも。蝶のブローチ。型は違えど、これまでの被害者は全員蝶のブローチを所持していた。犯人に与えられたのか、それとも。もともと所持している人間を狙ったのか、それはまだわからない。犯人は後悔することになりますよ。手がかりなんて残すんじゃなかったとね。俺はね、藤原さん、人を殺す奴は絶対に許さない。無念のうちにあの世に旅立つことになった被害者たちのためにも必ず犯人を見つけ出します。とは言ったもののどうしたもんか。林道さん、お邪魔しています。ああ、ヨンハちゃんか。いらっしゃい。だいぶお疲れのようですね。また今度にしようかしら。何か相談かい？疲れていないといえば嘘になるが、話を聞くくらいなら何でもない。そうですか。その、実は私が働かせてもらってるカフェに俳優の柏場流星が来たんですよ。私ちょっと浮かれちゃって話しかけたんですね。そしたら私のことを見て声を上げて驚いて。あまりにも可愛かったからか？もう、林道さんたらお上手なんだから。でも残念、違います。なんでも、劇団芸能座の新人団員が3人も行方不明になって探してたんだそうで。で、私を見てそのうちの一人かと思って感情が高ぶったと。行方不明？ええ。ご家族も行方が分からず、警察にも相談しているそうなんですが、ほぼ相手にはしてくれずに捜索願いを出しておしまいだったと。いなくなったのは私と同年代の人らしくて、そんな話を聞いたら私も心配で。一度に3人も行方知れずになるってのは穏やかじゃないな。それで私、腕利きの探偵を知ってますって言っちゃったんです。
そしたら柏葉さんもぜひ依頼したいって。ただいつ事務所に伺えるかわからないってことだったので。なるほどな。有名人が探偵事務所に出入りなんて世間の目もあるだろうし、こっちから伺ってみるか。本当ですか？じゃあ私がご案内します。なでしこ、ちょっと出かけてくるぞ。あら、私も一緒に行くわよ。遊びに行くんじゃないんだぞ。大丈夫ですよ、私がちゃんと見張ってますから。さては二人とも芸能座に行きたいだけだな。だって松江ゆま子に会えるかもしれないんでしょ。絶世の美女を近くで見られるなんて夢のようです。はあ、しょうがないな。話を聞いたらすぐに帰るからな。はい。柏葉さんは劇場内の事務所にいるそうです。向かいましょう。ダメダメ、何なんだ君たちは。警察に通報するぞ。警察なんて仕事しないから呼んでも無駄。ああいや、だから我々は柏葉さんに会いに来ただけなんですよ。意味がわからないね。ほら帰った帰った、もうすぐ公演が始まるんだ。柏葉さんは忙しいんだよ。話を聞くだけですから、柏葉さんを呼んでいただければわかります。話のわからない連中だな。どうなさったの？ゆま子さん。松江ゆま子だわ、綺麗。大声が中まで届いていました。どうなさったのですか？失礼しました、こいつらが柏葉さんに会わせろとうるさいもので。柏葉に？どういうことかしら。俺は探偵の神馬林道と申します。こちらの彼女が柏葉さんと話した際、俺に依頼をしたいとおっしゃっていただいたようで、お忙しいと思いこちらから伺った次第です。わざわざ来てくださったんですね。嘘に決まってます。中に入れたら何をされるか分かったものじゃありませんよ。そんなことするわけないでしょ。依頼を考えているというのはおそらく新人団員のことでしょうね。それは私からもお願いをしたいと考えていましたの。どうぞ中に入ってくださいな。よろしいんですか？ええ、開演まではまだ余裕がありますから。はあ。無礼な対応をしてしまい申し訳ございませんでした。まさか探偵様の方から来ていただけるとは思っていませんで。どうぞお許しください。いえ、とんでもない。約束もせずに急に来てしまってすみません。ゆま子さんって少女みたいな見た目なのに、喋ると大人の女性って感じで素敵ね。そうね、余計に艶っぽく感じるわ。こら、静かにするんだ。こちらです、どうぞお入りになって。おかけになってお待ちください。柏葉を呼んでまいります。ゆまくさん、探偵さんがいらっしゃったとか。ええ、わざわざ来てくださったんですよ。こちら神馬林道探偵。あなたが？お忙しいのにすみません。自分が柏葉流星です。ほら、もう時間も少ないから探偵さんにお話を聞いていただいて。私も同席させてもらうわ。ええ、どうぞおかけください。どうしました？ああ、いえ、失敬。柏葉さんが知り合いの刑事に似ていたもので。確かに、ゆうすけさんによく似てるわ。あら、それなら代役をお願いしようかしら。勘弁してください、ゆま子さん。いえいえ、そいつには芝居心がありませんから。それで新人団員が3人も行方不明だとか。ええ、劇団の次世代を担う新人ばかりがいなくなってしまったんです。ご家族から帰宅していないと連絡をもらいまして、これは大変だと警察に駆け込んだんですわ。自分は彼女たちが逃げ出しただけではないかと思っていたんですがね。逃げ出す？そんなに厳しい訓練を行っているんですか？芸能座には毎年何人もの新人が入ってきます。それでも残るのは片手で数えられるくらいですわ。俳優には長時間の本番に耐えられるだけの体力が必須です。なので入団直後は走り込んで体力をつけてもらいます。
演技の練習はそれからだ。真技体、全てが揃わなければ一流の俳優にはなれませんから。行方知れずの団員たちは優秀な部類だったと思いますよ。主催の菊村新月も彼女たちを随分気にかけていましたから。いずれは芸能座を背負うことになっていたかもしれませんわね。ゆまこさん以外が芸能座の看板を背負うなんて想像もできませんけどそうは言っても私もいつか体力が衰えるでしょう。世代交代は必ず訪れるものよ。困りますね。それでは劇団の人気が下がってしまいます。ゆまこさんにはずっとスターでいてもらわないとまだまだ頑張らなくてはいけないわね。いなくなってしまった彼女たちの分まで。逃げ出したという可能性はどれくらいあるんでしょう。それは何とも言えません。彼女たちも女優ですからね。どんな表情だってできる。本音を隠されちゃ観客は騙されるしかありませんよ。柏場、そんなこと言わないで。申し訳ありません。最近は連続殺人も起こっていて物騒でしょ。どうか見つけてあげてください。ええ、探してみます。一つ提案があるんですがいいでしょうか。ええ、何でしょう。我々は劇団や舞台のことに知識がありません。それじゃ気づけないこともあるかもしれない。公演や稽古の邪魔はしないので劇場の出入りを許しちゃくれませんか。それはさすがに。ええ、構いませんよ。すぐに許可証を発行いたしましょう。いいんですか。当然でしょう。こちらがお願いをしている立場ですから。ただ、神馬さん、この件は新聞記者や他の劇団員には。もちろん内密にします。よかったわ。せっかくなら皆さん見習いという立場で仮入団をしたらどう。稽古や舞台本番のお手伝いをしていただければ依頼料とは別でお給金もお出しします。舞台のこともわかるし一石二鳥じゃないかしら。いえ、私はやります。ちょっと四波、お手伝いをして他の団員と話ができれば行方知れずの団員についても何か新しい情報を得られるかもしれない。林道さんのお手伝いができるわよ。それは…そうね。俺はさすがに俳優って柄じゃない。稽古に出るのは遠慮しておきますよ。あらせっかくの2枚目ですのに。ゆまこさん、そろそろ。そうね。神馬さん、申し訳ありません。本番の支度をしなくてはなりませんの。ええ、おいとまします。本番前なのに失礼しました。お忙しい中ありがとうございます。いいえ、こちらこそ。わざわざ来てくださってありがとうございました。お嬢さん方、稽古は明後日の17時からです。お待ちしてますよ。ではお見送りを。いえ、お気遣いなく。出口の場所は分かりますから。そうですか。では失礼いたします。自分も失礼します。さてと、俺たちも帰るとしよう。次回作の出演者表どういうことなのよ。変わってないじゃない。このままじゃいつか絶対に芸能座は崩壊するわ。し、声が大きいです。聞かれたらどうするんですか。聞かせたらいいんだわ。みんな不満に思ってることを知ればさすがに変えざるを得ないでしょ。そんな簡単に変わるならとっくの昔に主役はあなたが引き継いでいるでしょう。そう思うならあなたが何か言ってみたらどうなの、芹沢さん。それが不可能なことぐらい分かっているでしょう。こっちは雇われ作家です。あの二人の機嫌を損ねりゃ放逐される。私たちは将棋の駒じゃないのよ。冗談じゃない。何度も言うけど、このまま今の体制を変えないなら芸能座に未来はない。少しでも人気に陰りが出たら私は即座に他の劇団に移らせてもらうから。離え、そんなこと言うもんじゃありませんよ。随分と派手な言い合いだな。あの女性とっても綺麗ね。
お人形さんみたい。あれは宝泉花江よ。劇団の人気女優でいつも2番手のヒロインを演じてるの。そこにいるのは誰？ああ、すみません。帰るところだったんですが、お二人がいらしたので立ち聞きするつもりじゃなかったんです。本日から劇団員の見習いとして所属することになりました桜庭陽波です。よろしくお願いします。看板なでしこと申します。どうぞよろしくお願いします。へえ、行方不明者が出てるっていうのによくもまあ入団しようと思ったわね。で、そちらの男前が二人の保護者ってところかしら。え、ええ。気をつけた方がいいわよ。うちの若い劇団員が三人も行方不明になってるの。しかも、あなたたち二人みたいな、とびきりの美人よ。正直、このまま行けば私の人気が脅かされるかもって。不安になるくらいの、ね。いなくなったのは幸か不幸か。おい、花江冗談よ。若い才能は私にとってもありがたい存在だもの。今後、ゆま子さんに対抗できる女優を育てなくちゃいけないからね。邪魔に思うのは、あの女の方じゃないの？それは一体…ふぅ…前向きな気持ちで来ていただいているお嬢さん方に失礼なこと申し訳ありません。花江は気分屋なところがあるので許してやってください。あ、いえ別に。あら、私は本気で言っているのよ。どうか気をつけてね、お嬢さん方。こら、あ、私は芹沢正一郎と申します。この劇団の雇われ作家です。と言っても、最近上演しているのは主催の菊村新月が書いた作品ばかりで。じゃあ、花は儚き恋せよ乙女の舞台も。ええ、あれはもともと芸能座を立ち上げたばかりの頃、菊村新月が由真子のために書いた作品だそうで。どうやらあの作品が爆発的に売れて、今の人気があるようです。出世作ですな。芹沢さんはどんな作品を書かれてるんですか？私はもっぱら海外の翻訳作品ばかりです。新人公演では私の戯曲を使っていますから、お嬢さん方にはいずれ読んでいただく機会もあるかもしれませんね。それまでに劇団をやめなきゃいいけど、はたまたどこかの変態にさらわれちゃうかもよ。もういい。ほら行きますよ。では失礼いたしますね。なんていうか、個性的な方ばかりの劇団なのね。人気商売なんてみんなそんなもんだろう。それより劇団の中枢も一枚岩じゃなさそうだ。新人団員の失踪には劇団内部の事情が絡んでいるのかもしれないな。なんだか怖いわ。とりあえず今日は二人とも家に帰るんだ。俺はちょっと寄り道をしていく。わかりました。なでしこは私が責任を持って送り届けますから。ああ、よろしくな。ここか。ここならひょっとして。あ？おや、どこのしみったれた親父かと思えば、名探偵の神場林道か。偉そうに捜査権までもらったらしいじゃねえか。警察から逃げたくせに未練たらしいったらねえな。警察だけじゃどうしようもないってんで頼まれたんだよ。腕利き刑事の蛭川さんよ。あんたは日がな一日お散歩してるだけですか。だとてめえ、豚箱ぶち込んでやろうか。ああ怖い。権力を振りかざした警察ってのはしょうがねえな。はいはい、そこまで。落ち着いてください二人とも。リンさんはブローチの出所を調べに来たんでしょ。ってことはお前たちもか。ええ、ここが一番大きい宝飾店ですから見つかるかと思いまして。店主に聞いたらいましたよ、蝶のブローチを何度も買いに来た客が。どんなやつだ。帽子を深くかぶって襟巻きで顔を隠してたそうなので、どんな顔なのかはわからないと。ただ
背格好は間違いなく男だったそうです。上等な背広を着ていて細身の体型、落ち着いた口調だったらしいですよ。50代くらいだろうと言っていましたが一致する野郎を片っ端から引っ張って尋問すりゃいいんだよ。そうすりゃ誰かは吐くだろ。強引すぎますって。たく、そんなんだから逮捕できねえんだよ。何？いいか、相手はこの包囲網の中堂々と殺しを続けてる。警察よりも何枚も上手だ。見たままを素直に受け取ってたら翻弄される。それでも次の事件を起こさせるわけにはいきません。ああ、絶対に突き止めてやる。ごきげんよう、カンバさん。え？お分かりになりません？松江ですわ。あ、岩子さん、どうしたんですか、こんなところで。スターが歩き回ってると騒ぎになりますよ。顔を隠しているから平気です。たまにこうして街を歩いているんですの。別人になるための訓練と言えばいいかしら。演技の練習というやつですか。確かに全く分かりませんでした私だけでなく劇団員たちにもよくやらせているのよ。紛争だけでなく雰囲気も変えるようにとね。なるほど、面白い試みですね。それに自由に歩き回るのはいい気分転換になるんですの。一石二鳥ですわ。今日はお散歩ですか？ええ。そのいかがですか、行方不明の子たちは。申し訳ない、まだ何も見つかっていないんです。今全力で調査をしています。もう少しお待ちください。そうですか、どうぞよろしくお願いします。よければ事務所でお茶でも飲んでいきませんかそれはそういうお誘いかしら。ああ、いえ、そういうわけでは冗談ですわ。でも今日は行くところがあるの。また誘ってくださいね。それ事件の資料、まだ何もわからないの？まあな。ったく、劇団員の失踪に警察からの依頼、大忙しだよ。最近は本当に物騒だわ。兄さんも気をつけてちょうだいね。それはこっちのセリフだ。ん？この声聞いたことあるな。本人と話したでしょ、ユマコさんよ。おお、そうか。ユマコさんってものすごい有名人なんだよな。そうよ、すごい人なの。みんなの希望で憧れ、そんな風になれるって素敵よね。まさにスターだわ。確かにすごい女性だな。あら、兄さんが褒めるなんて。まさかユマコさんを好きになったなんて言わないでしょうね。バカを言うな、相手は女優だぞ。そうよ、だから余計に入れ上げるんじゃないかと。そんなわけないだろう。それよりなでしこ、劇団に入り込んでまさか本気で女優を目指すなんて思っていないだろうな。お前は体が。そんなのありえないわ。自分の体が弱いことは私が一番よくわかってるもの。私はできればずっと兄さんのそばにいたい。兄さんの手伝いをしながら生きていきたいって思ってるわ。バカ言うな、お前は勉強して好きに生きろ。どうして私が手伝うのをそんなに嫌がるの？危険な仕事だからに決まってる。今回の劇団員失踪事件に巻き込むのだって嫌なんだ。もしもお前に何かあったら俺は。兄さんはいくらなんでも過保護すぎるわ。俺はお前の唯一の肉親だ。命に代えてもお前を守る義務がある。そんなの私は望んでないわ。おい、なでしこ待て。なでしこ、よく聞け。俺は大変です、レイさん。葵、どうした？まさかまた被害者か？いいえ、
芸能座の主催菊村新月が消えたんですよ。芸能座？菊村？なんだ一体何の話だ。1週間前から劇場に姿を見せなかったんだそうです。普段から一人になりたがる性格だったので劇団員も心配してなかったらしいです。しかしいざ探したら連絡も取れないし所在もわからない。これは行方不明だと大騒ぎになったそうで。それはそうかもしれないが、なんでお前がそれを。これを見てください。これが主催の菊村だそうです。これは、ええ、上等な背広に細い体、年齢は50代だ。そして最後の目撃情報は宝飾店のある牛込地区の表通りです。菊村が蝶のブローチを買った客だってのか。ええ、おそらく。そして警察はこう考えています。菊村が劇団員のお嬢さんたちをさらっていると。しかしどうして。それはこれから調べます。まずは菊村を探しましょう。ああ。へえ、それで飛び出してきちゃったのね。いいの、林道さん心配してるんじゃないかしら。いいの、兄さんは過保護すぎるのよ。それだけなでしこが大事なのよ。でもそれは妹を可愛がる兄としての感情でしょ。私は違うのに。恋する乙女は大変ね。やめてよ、そういうんじゃないから。あら、素直にならなくていいの。血はつながってないんでしょ。なら何の問題もないじゃない。もしなでしこが諦めるって言うなら私が。ダメでしょ。私はなでしこの恋を応援するわ。花は儚き、恋せよ乙女でしょ。簡単に言わないでよ。ごきげんよう皆さん、稽古を始めましょう。今日は菊村が来ていないので私が代わりに演出を務めます。よろしくお願いします。ではまず1ページ目から読み合わせをします。主演は松江ゆま子、相手役は柏葉流星、ご令嬢役は宝泉花江、その他の配役は後ほど菊村と相談して決めます。そうですね、今日は入れ替わりながら演じてみましょう。オーディションだと思っていただいて結構。では最初のページから。ああ退屈だわ、こんな花の屋敷に閉じ込められて。誰か私を迎えに来てはくださらないかしら。そうね、シェイクスピア劇に出てきたロミオのような素敵な男性がいいわ。やあお嬢さん、まるで花の精霊かと思いましたよ。こんなところで何をなさっているのかな。あなたは。先生のところへ勉強しに通っている書生です。ああ、あなたは先生のお嬢さんか。とても可愛らしい方ですね。違うわ、私はあの方の妻。妻？それにしては随分と年齢が。あの方はね、少女のような私が好きでいらっしゃるの。だから私が世間に触れて大人にならぬようにこの花の牢獄に閉じ込めるのよ。そんなことをしてもいずれあなたは大人の体になるでしょう。ええ、その時はきっとあの方は私を捨てるか殺すかなさるはずよ。私は花のような儚い命を生きているの。そんなことはさせません。あなたをこの花の屋敷から救い出して差し上げましょう。ああ、これが恋。どうしましょう。私はあの方に恋をしてしまったのね。とっても綺麗だわ、ゆま子さん。でも、なんだかあの役はゆま子さんに合っていない気がするわ。はい、そこまで。一旦止めましょう。個人的にはもう少し写実的な芝居をしてもいい気はしますが、いかがですか、ゆま子さん。私は
この形式の芝居が芸能座らしくていいと思いますわ。そうですか。そうですね。ではこのまま進めましょう。ふん、根性なし。次の場面ですが、そうですね、少女役は新鮮なお芝居をする相手と演技をしてみたいですね。どうですか、ガンバさん、お芝居をしてみませんか？え、いいえ、私は。大丈夫、失敗してもいいんですよ。これが台本よ。文字は読めるわね。ええ、問題ありません。では始めてください。ねえ、あなた最近様子が変だわ。いつもぼんやりとして上の空で遠い誰かのことを考えているよう。私はこんな状態の名前を知っているわ。この気持ちの名前を君は知っているのか、教えてくれ。押しつぶされるように苦しくて切ない胸は一体どうなっているんだ。何かの病気ではないのか。いいえ、それは恋。恋だと？誰に？はその顔、思い当たるお相手がいらっしゃるのね。しかもそれは私じゃない。どうして？誰のことを考えているの？それは美しい一輪の花について考えていたんだよ。はい、ここまで。おお、悪くはないですね。お嬢さん、演技は初めてでしょ？はい、初めてです。学校行事でも演劇には出演したことがないので。素晴らしかったですよ。切ない表情がとても自然でした。ありがとうございます。とてもよかった。かわいいわ。みずみずしい咲きたての花のようで。すごいわ、なでしこ。本物の女優さんみたいだった。そんな、褒めすぎだわ。ゆまこさんに花のようだと褒められる人なんてなかなかいないですよ。はあ。あら、あれってリンドーさんじゃない？え、どうして？なでしこを心配してじゃないの？え、違うわ。隣にゆうすけさんもいるもの。聞き込みじゃないかしら。ま、出てきましたよ、リンさん。よし。すみません、劇団の皆さんが最後に菊村新月と会ったのはいつだったか聞かせてもらえますか？あれ？あなた、この前来た新人の保護者でしょ？ええ、探偵をなりわいにしているもんで。今日は仕事でお邪魔しました。なんだ？どうして探偵さんが？私がお願いしたのよ。最近は劇団から行方不明者も出てる。探してくださいって腕利きの探偵さんに話をしたの。なんてことを。世間にバレたら大騒ぎになりますよ。もちろん捜査は内密に行います。僕ら警察も一緒に動いてますから。警察まで、そんな大ごとにしているのか。当たり前でしょうよ。行方不明者が出てるんですもの。隠す方がどうかしてるわ。それとも探されちゃまずいことでもあるのかしら。そんなわけないでしょう。疑ってるんですか？そうは言ってないでしょ。やだわ、慌てて。花江、おやめなさい。皆様の前でみっともないですよ。失礼いたしました。探偵さん、菊村と最後に会ったのは1週間前ですわ。朝菊村を送り出して以来会っておりません。朝？明け方まで一緒にいたということですか？ええ、私と菊村は婚約をしている関係ですから、ほぼ一緒に住んでおりました。彼は普段と変わらず家を出て行きましたわ。その辺でもうやめましょう。一般人に話していいことではありません。あまり個人的な部分に深入りするつもりはありません。でも
事件を解決するための情報だけはどうしても必要なんです。ご協力ください。菊村新月は蝶のブローチを買っていたと噂があるんですが、ご存知ですか？知ってるわよ。新人が初めて役を頂戴するときに受け取るものだからね。私もずいぶん昔にもらったわ、蝶のブローチ。なんだって？つまり劇団員はみんなもらっているのか？違うわ、役を頂戴するときに、よ。たとえ劇団にいても役をもらえるかは本人の資質次第。劇団員の中でも持っているのはほんの一部だけ。申し訳ありません、私はそろそろ公演の準備をしなくてはならないんですの。もう失礼してもいいかしら？では私も公演に向けて食事をとってきます。失礼しますよ。こんな時でも舞台はやるのか。ゆまこさんは気丈な女性ですね。ふん、あの人はもう菊村さんのことなんてどうでもいいと思ってるのかも。どういうことですか？ゆまこさんと菊村さんは不倫の果てに結ばれたの。当時菊村さんには奥さんがいて、それをゆまこさんが奪った形になるのよ。でも最近じゃ菊村さんは新人の育成に夢中になっててね、ゆまこさんとギクシャクしていたの。仲が悪くなったってことですか？ええ、劇場の主催室で言い合いばっかりしていてね、聞くに耐えなかったわよ。その話もっと詳しく聞けませんか？そうね、これ以上は秘密と言いたいところだけど、刑事さん本当に色男ね、とっても素敵。もし刑事さんが私と明日の晩二人きりで会ってくださるなら、この先も教えてあげる。え、わかりました。約束よ。じゃあ私も食事に出てこようかしら。流星、一緒に行きましょう。ええ、では失礼しますね。まったく、モテる男は辛いな。葵、からかわないでください。凛さん、でもこれで芸能座についてもっと知ることができます。だったらいいんだけどな。まずは劇場にある菊村の部屋を見せてもらおう。主催室ってのがあるんだろ？ゆまこさんの判断もなく勝手に入れるわけにはいかん。もちろんこっそり入ります。誰にも会わないようにすれば問題ないでしょう。しかしね。いいですか、今菊村は重要参考人だ。もし渋るなら関係があるんだと見出して警察に連れて行きますよ。勘弁してくれ。なら上がらせてもらうぞ。主催室はどこだ？地下の階段降りてすぐの部屋だ。鍵は？今はかかってない。先月末ゆまこさんが壁を塗り直したから開け放してあるんだ。そもそも鍵なんかかけてなくても薄暗い地下には誰も行かないがね。壁？なんでまた？壁が汚いと菊村が癇癪を起こしたらしい。ゆまこさんも大変だよ、偏屈な人の相手をして。行きましょう、凛さん。本当に薄暗いですね。ここで台本も書いていたようだな。ほら、書きかけの原稿が散らばってる。本当だ、未完成のまま失踪したってことですか？だろうな。完成した台本は全部本棚に並んでる。書きかけの原稿だけがほったらかした。もう上演する機会はないとでも思ったんでしょうか。例えばお嬢さんを殺すことに夢中になっているとか。俺からは何とも言えないね。しかしすごい量の台本だな。これだけの作品を上演しているのか。ええ、僕も見たことがありますよ。花は儚き恋せよ乙女、つぼみの少女、乙女の歌、あとは女学生天女ですかね。なんだ、ずいぶんと可愛らしい題名だな。どの舞台もゆまこさんが主演ですからね。しかもゆまこさんが演じるのは全部年端もいかない少女の役です。なんだそりゃ、無理がないか。ところがどっこい、
舞台で見る由真子さんはそれはそれは可愛い乙女なんです。すごいでしょ、さすが大女優ですよ。ただ最近はさすがに無理があると言われているようですが。当然だろう。菊村にはそういう趣味があるのか。その思いが転じて少女の殺人衝動が湧き起こってると考えれば辻褄は合います。言うだけなら何とでもだな。ところで凛さん、なんか変な匂いがしませんか。地下だから劇場内の排気がたまるんでしょうか。確かに、それにどっかで嗅いだことのあるような匂いが。花の香りか。え、カンバさん、刑事さん。あ、すみません、どうしても主催室を見ておきたくて忍び込んでしまいまして。困りますわ、勝手に入るだなんて。主演が案内したのかしら。いえ、自分たちが勝手に。菊村の行方を追うための情報がどうしても欲しかったもので。そうですか。でもここは私と菊村以外は立ち入り禁止なんですの。貴重なものや未発表の台本もあるものですから。ええ、すぐに出て行きます。由真子さん、一つ教えてください。塗り直したのはこの壁ですよね。他の色と違い漆喰がまだ真っ白だ。どうしてまた菊村は壁を塗り直せと。壁に亀裂が入っていたので直せと私が修復をいたしました。ご婦人一人にやらせるなんてひどい話ですね。いいんです、それだけ菊村は私のことを頼ってくれているのですから。この壁を見るたびに菊村からの信頼を感じて嬉しくなるんですの。そういうものですか。ええ、それだけじゃなく、ここには菊村の思いが込められていますから。本人がいる時もいない時も、私は公演前には必ずここに来るんです。カンバさん、申し訳ないのですが。ええ、お邪魔にならないようそろそろおいとまします。行こう葵。あ、はい。そうか、部屋の中で感じたあの香り、由真子さんの香水だ。毎回来てるのであれば香るのは当然ですね。にしては香りが強すぎる。俺たちが立ち入る直前にも言っていたはずだ。よほど菊村のことを愛しているんだろう。被害者たちのつながりが分かったぞ。全員芸能座に出入りしてやがった。二人は熱心なファン、残りは新人やオーディションを受けに行った女優志望だったんだ。残りの女性の身元もようやく分かったと藤原さんから聞きました。うち3名はいなくなったとされていた劇団の新人たちです。これで殺人事件と劇団員の失踪がつながりました。犯人は菊村に近いね。待ってくれ、何かがおかしい。おかしいことなんかねえ。いいか、菊村新月はな、見染めた女優たちにブローチを渡した。大方、次のヒロインにしてやるとでも言ったんだろ。見返りに男女の関係を迫ったが断られた。だから殺した。ダメだ、それじゃ顔を潰す理由がない。顔を潰して身元がわからなくなれば、自分の犯行だって気づかれないからだろ。違う、そうじゃない。もっと感情的な、情念のある、気持ちが先走ったような理由があるはずだ。二度と舞台に上げてやらないぞみたいな話ですか。ああそうだ。めんどくせえ、そんなもんとっ捕まえてぶん殴れば吐くだろうよ。それはさすがに所長に止められますよ。したことじゃねえ、十人もの命を奪ったクソ野郎だ。つけを払わせてやら。相変わらず血気盛んで悪い人じゃないんですけど。わかってるよ、腹立つ野郎だが正義感は人一倍だ。今は共闘できる仲間がいるだけありがたいよ。凛さん、珍しく弱気じゃないですか。わからないことが多すぎるからな。一旦情報を整理してみる。僕も出ます、もうすぐ宝仙花江との約束の時間なので。おい、言っとくが、スタート間違いがあるわけないでしょ。あくまで事情聴取ですよ。ならいいがな。宝仙花江だって内部の人間だ、気をつけろよ。はい、もちろんです。有益な情報が入ったら共有しますね。
あら、昼川さんとユウスケさんはお帰りになったの？ああ、二人とも忙しいみたいだな。事件も続いているから大変ね。私、ちょっと四班を送ってくるわ。いいのよ、一人で帰れるもの。ダメよ、最近は危ないんだから。それなら私を送った後、なでしこを一人にできないわ。はい、そこまで。送っていくのは俺の役目だ。なでしこは家の鍵を閉めて待っていてくれ。林道さんが？いいんですか？もちろん。なでしこ、留守番を頼む。悪いね、おじさんが送っていくことになって。いえ、とっても嬉しいです。なでしこは気が気じゃないでしょうけど。ん？なでしこが？こっちの話です。この物騒な世の中で、ヨンハちゃんの明るさには救われるな。私ね、生きてる限りは前向きでいなくちゃ損だって思っているんです。震災の時に私は日本人じゃないというだけでひどい扱いを受けたでしょ。あの時、なでしこと林道さんが私をかばって助けてくれたから、もらった命は大切にしようって心に決めたんですよ。君は強いな。ほら、林道さんだって強いですよ。私にとっては眩しいくらい。ちゃんと背中を伸ばしてくださいな。ありがとう、ヨンハちゃん。もうここでいいですよ、うちはすぐそこなので。それじゃあ林道さん、また明日。ああ、また。え、探偵さん？その声はユマコさんですか？どうしました、こんな夜に。公演が終わったところで、家に帰るところだったんです。いけませんよ、こんな暗い中を一人で歩くなんて。襲われたらどうするんです？私もまだまだ魅力的だということかしら。嬉しいわ。何を言うんですか、非力な女性が夜分一人で歩き回るのは感心しません。お送りしますよ。ええ、ありがとうございます。正直、夜の闇を歩くのが恐ろしいと思っていたんです。腕を取ってもいいかしら？え、構いませんが、いいんですか？スターが男と腕を組んで歩くなんて。こんな暗闇の中、誰も人の顔など見ていませんわ。それに、私は女優よ。別人になりきるなどたやすいことです。確かに劇場で会った時とは雰囲気が違いますね。さすが大女優だ。カンバさんはお上手ですね。あら、でも顔を覗き込まないでくださいまし。舞台の後で化粧を落としたままなんですの。この顔を見られたくないわ。あ、これは失礼。女性とは縁がないもので気が回りませんでした。意外ですわね、こんなに素敵な男性なのに。やめてください、あなたからお世辞を頂戴しても釣り銭すら返せません。いいえ、お世辞じゃありません。私ね、菊村と人の道に外れた恋をして結ばれたの。でも彼はいつだって私を冷静な目で見続けていた。妻や女としてではなく、女優の松江ゆま子として。それは誇りであると同時に少し寂しかったんです。私を女として愛してくれたのなら、何か変わったのかもしれない。もう愛し合えないと分かっているような言葉ですね。彼はきっと若い女優を見つければまた再び育てたい欲求に駆られるでしょうから。でもいいんです、彼のことは私が一番よく理解しています。愛ですね。え、そうね。またはこれを人は狂気と呼ぶのかもしれませんけど。ユマコさん、カンバさん、今度私の舞台を見に来てくださいな。あなたを感動させられたら、私は
この先も女優を続けていけるような気がするわ。買いかぶりすぎです。自分はその方面には疎いですから。そんなことないわ。あなたのまっすぐな瞳はいつだって真実を見つめている。どうか私を。ここまでで結構ですわ。ここから先は明るい道ですから。送っていただいてありがとうございました。それとも今夜はうちにいらっしゃる？いえ、ここで失礼します。同居人不在の家に上がり込むほど野暮ではありませんから。そう、残念ですわ。また人肌恋しい夜はご一緒してくださいね。参ったな。こういうのは苦手なんだよ。宝仙花江はまだ来てないか。やっぱりからかわれただけなのかな。おっと、なんだ？これは、まただ。ん？この服、この髪型、まさか宝仙花江？警察から連絡が来ました。昨晩見つかった遺体はやはり花江で間違いがないそうです。くそ、まさか花江までこんなことになるなんて思わなかった。昼の公演は中止にしましょう。いいえ、舞台は幕を開けます。正気ですか？お客様は待っているでしょう。こちらの都合で中止にはできない。それに女優は花です。いつか枯れてしまう。咲き誇っているうちに見ていただかなくては。だからって上演するなんて気が狂ってる。信じられん。本番の手伝いをするつもりだったのに大変なことになっちゃったわね。ええ、本当に幕を開けるのかしら。しかし湯幕さん、花江さんの役はどうしますか？そうね、幸いにもセリフは少ない。代役を立てましょう。イメージとして近いのはあなた。え、私ですか？ええ、華やかな美しさがあるお嬢さんがいいのよ。どうかしら、急には難しい？いえ、私芸能座の舞台は全て見ているんです。だからセリフも流れも大体わかります。そう、よかった。ではお願いね。すぐに控え室で化粧をしてもらって。はい。すごいわ、ヨウハ。そうだわ、なでしこさんも出演したらどうかしら。目立たない役だけどセリフもあるの。いえ、私は別に。練習すれば大丈夫。柏葉、彼女の稽古を見てあげてくれる？彼女のですか？ええ、顔も声も美しい彼女はまさになでしこの花のようだわ。菊村が見染めるでしょう。きっと磨けば美しくなる。お願いしてもいい？はい、わかりました。なでしこさん、こちらへどうぞ。驚いたな。こんなにも早く舞台に出演するのはあなたとお友達が初めてですよ。おめでとう。これをどうぞ。これは蝶のブローチ。ええ、新人が初めて役を頂戴するときに受け取るものです。亡くなった子たちもこのブローチをもらって喜んでいたのに残念ですよ。
なんだか怖いです。怖がることなんかありませんよ。あなたは美しい花なのですから。柏場さん。くそ、冗談じゃない。何かあったんですか？ああ、探偵さんか。結局、宝仙花江さんまで被害に遭われて、食い止めることができずに申し訳ない。どこの誰が犯人かもわからない。どうすることもできんでしょう。それより、中で何かあったんですか？ユマコのやつ、舞台をやると言ってるんです。冗談でしょ。あいつは舞台の鬼だ。やると言ったら絶対にやる。おかげで仲間が死んだっていうのにみんな知らぬふりです。狂ってる。菊村がいない今、実験はユマコが握る。誰も彼女に何も言えませんわ。ユマコさんが実験を。ユマコとしては願ったりかなったりでしょうな。最近じゃ菊村は若い劇団員たちに目をかけていましたから、いつか主役を降ろされるんじゃないかって気が気じゃなかったはずだ。ユマコさんよりも他の少女たちに目をかけていたんですか？ええ、菊村は少女趣味だったんじゃないかって噂があったんですわ。若いお嬢さんが好きで。あ、まさか巷で噂の連続殺人というのは。まだ何も確定していません。好みの少女を殺すなんて不思議な話でしょ。菊村は何かを知っているのかもしれないが、犯人だとは言い切れない。じゃあ別に犯人がいるのか。それもまた恐ろしい。私はもうこの件に関わるのはやめにします。この公演が千秋楽を迎えた暁には劇団もやめようと思っている。公演、宝仙花江の役はどうなったんですか？代役を立てているんですか？さあ、今頃ユマコの指名で決まっているんじゃないでしょうかね。そうですか。どうなってんだ。取り調べみたいなこと勘弁してくださいよ。僕は犯人じゃありません。どうだかな。昨晩被害者と細身の男が一緒にいたのが目撃されてる。しかも言い争っていたらしい。お前じゃねえのか。冗談言わないでください。ご婦人と争う趣味はありませんって。お前、被害者と待ち合わせしていたらしいじゃねえか。そのことを知っている細身の男、ひょっとして柏場でしょうか？聞いたことあるな。芸能座の人気若手俳優です。彼は昨晩僕と宝仙花江が会うことを知っていたはずです。そいつが宝仙を殺したってのか？いや、どうでしょうか。彼にはアリバイがあるはずです。他に該当する奴がいねえ以上、とりあえずショッピーで。芸能座が今日も予定通り舞台を上演するそうです。な、何考えてんだ。殺された宝仙花江の役はどうするんだよ。代役を立てるそうです。桜庭四葉という少女だと。桜庭？ちょっと待ってください。その子、なでしこさんのお友達ですよ。神場なでしこという少女も同時に舞台に上がると劇団から公表されました。劇団員が何人も殺されてるんだ。そんな場所の公演に出演するなんて危険にも程がある。すぐに公演を中止させろ。現在張り込んでいる警官が説得に当たっておりますが、無視を決め込んでいると。藤原所長よりお二人も現地に向かうようにとのご命令です。ったく、今からじゃ間に合わねえぞ。僕は凛さんに知らせてきます。失礼するわ。準備はもう済んだのね。とっても綺麗だわ。ありがとうございます。肌も真っ白でスベスベでとても美しいわ。瞳もこんなに輝いて。乙女の特権ね。あなたは次の時代スターになるかもしれないわ。私なんてそんな。でもユマコさんに褒めていただいて嬉しいです。ありがとう。
なたは私にどんな可能性を見せてくれるのかしら。え？兄さん、会えてよかった。事務所に行ったらいないからここだと思いました。ずいぶん慌ててるな。何かあったのか？ええ、芸能座は今日も舞台を上演するようです。それは知ってる。さっき芹沢から聞いたんだ。宝仙花江の役は代役を立てるのか？それが四波さんらしいんです。一緒になでしこさんも舞台に上がると。なんだって？普通ならば客席で応援しようというところですが、今回は事情が違う。二人を守らないと。せめて菊村がどこにいるのかさえ分かれば。嫌な予感がする。葵、ひょっとしたら菊村はもう。こんな場所があるんですね。ええ、劇場の地下の稽古場は舞台稽古ではあまり使わないんですが、個人練習の際には使わせてもらっています。俳優さんはとても大変なお仕事なんですよね。そうですね。努力しなければあっという間に居場所がなくなる世界ですから。ただ舞台の中央に立てるのは才能あるものだけです。あの私はやっぱり女優なんて。ではどうして僕についてきたんです？舞台に出演したいと一瞬でも思ったからでしょ？そんなことありません。私はただ兄さんの力に。大きな声出るじゃないですか。さあ稽古をしましょう。僕ももうすぐ出番で行かなくてはいけないんです。長居はできませんからね。くそ、もう始まってる。急ぎましょう。おい、またあんたたちか。今は入れんぞ。上演中だ。そんなこと言ってる場合じゃない。中に入れてくれ。関係ない人間を入れるわけにはいかん。劇場内で人が殺されるかもしれないんです。そんなに中に入りたいなら令状持ってこい。あなたね、国家権力に歯向かおうなんていい度胸だな。こら、なんなんだあんたは。警察だバカ野郎、しょっぴかれてんのか。中に入るぞ。文句ねえな。おら、お前らも早くしろ。ヒルカは助かった。うるせえ。俺が入ろうと思ってたらたまたまてめえがいたんだ。いいか、菊村と柏場を探せ。二人が下手人の可能性がある。いや、それなんだが。あ、リンドーさん。ヨンハちゃん、無事だったか。なでしこは？なでしこは柏場さんと地下の稽古場に行きました。後半の出番まで稽古をするとかで。え？それからこれ、リンドーさんがずっと気にしていたみたいだったので私も受け取ったから見せようと思っていたんです。蝶のブローチもらったんですか？私となでしこにくれたんです。セリフのある役で出演するからってユマコさんがくれました。そうか、菊村だけがブローチを渡しているわけじゃなかったのか。ってことは買いに行ったのも菊村だけじゃないのかもしれない。え？でも店員の証言じゃ背広を着た年老いた男だって。そんなもん、服を着込んで演技をすればどうとでもなる。芸能座では変装して街を歩く特訓をしていたらしい。だから例えば柏原流星が化けて買い物した可能性だって。どういうことだ、わかるように説明しろ。でも待てよ、柏原が犯人だったとして相手が男でお嬢さんたちはホイホイついていくのか。普通なら警戒していかないだろう。まして夜に呼び出されて。そうか、ひょっとしたら犯人は菊村ではなく柏場が犯人。いや、けど彼にはアリバイがあります。犯行は無理ですよ。説明は後でする。その前になでしこだ。柏場と一緒なんだろう？はい、地下の稽古場に行くとなでしこが危険なんですか？私も行きます。ダメだ、君は舞台に出なさい。公演が止まった方がはるかに危険だ。犯人が何をするかわからない。でも犯人は柏場さんなんじゃ。まだ決まったわけじゃない。いいか、君は芸能座の誰にも俺たちがいることを悟らせないでくれ。はい、なでしこ、どうかよろしくお願いします。それから昼川、お前を見込んで頼みたい。いいか。なんだ気持ち悪いな、言ってみろ。
地下に降りたらお前は菊村の部屋に行ってくれるか。な、なんだそれ。そこにやけに綺麗な壁があるからぶっ壊せ。リンさん頼む、時間がないんだ。てめえが俺に頼むんだ、何か理由があるんだろ。貸しにしといてやら。オンに切る。青い、行くぞ。念のため拳銃は用意しておけ。リンさん、教えてください、何がどうなってるんですか。この事件の犯人は菊村新月じゃない。なら柏葉が。いや、でもそれは。柏葉が関わっているのは間違いない。だが真実は別にある。分かるように説明してください。なでしこを保護してからな。前半の出番が終わったので、あとは後半に少し出番があるだけだ。最後の確認をしましょうか。はい、忙しいのにすみません。いえ、僕はね、元は旅役者なんですよ。あちこち旅をして芝居を見せて歩いていた。当日公演内容が変わったり配役が変わるのなんて日常茶飯事です。だから自分の出番まで後輩の指導をするなんて何でもありません。ありがとうございます。しかしあなたは立っているだけで様になりますね。人を引きつける魅力がある。そんな、まさか。私なんて全然。本気で第二の松江由真子になる気はありませんか。四波という子は由真子さんに首ったけでしたけど、あなたは違うでしょ。どこか冷めた目をしている。由真子さんを超えるにはその冷静さが必要なんです。冷静なわけではありません。私が舞台の世界には縁のない女だからです。舞台はお嫌いですか。私は小さい頃から体が弱くて自由に動き回ることができませんでした。だから昔はよく想像の世界に浸っていたんです。その世界では私は自由でした。でも現実に戻ると私の体は不自由なまま気づいてしまったんです。虚構は現実にはなり得ないと。だから物語にはどこか虚しさを感じてしまうんです。ああ、憂いを帯びた横顔、はっきりとした物言い、素晴らしい。僕が見てきたどんな女優よりも美しい。やはりあなたは危険だ。え？僕は瞳の綺麗な女性が大好きなんです。でも同時に末恐ろしくて仕方ない。なんで何をするんですか。ああ、どうですか。首を絞められると苦しいでしょう。この瞬間の恐怖におののいた顔は演技じゃ見られない。ああ、これが性の感情というやつですよ。苦しい、演技の研究のためですか。冗談はやめてください。冗談なんかじゃない。僕はね、由真子さんを脅かす美しいつぼみを積んでるんですよ。誰か聞こえますか。たった今前半の舞台が終わりました。これから15分の休憩です。客席はとても賑やかになる。地下の声なんか聞こえるわけがありません。残念でしたね。あなたの人生もここで幕引きだ。幕引きはお前だ、柏葉。動くな。なでしこさんから手を離してゆっくり後ろに下がれ。どうして。お前が宝仙花江と殺害現場で一緒だったことが目撃されている。それは。今回の連続殺人の犯人はあんただ。そんな。何を言ってるんだ。僕が殺すわけないだろう。じゃあどうしてあの日宝仙花江と言い争っていたんだ。それは
宝泉花江が劇団を売るようなことをしたから、余計なことを言うなど伝えに行ったんだ。でもそれだけだ。劇団を売るようなこと？どういうことだ？それは、とにかく僕は殺してない。じゃあこう言えばいいか。わかった。ならば劇団員全員を徹底的に調べよう。ダメだ！やめろ！え？わかった。正直に言う。犯人は僕だ。僕がやった。やはりお前か。なぜこんなことを。ユマコさんを貶めようとしたからだ。ユマコさんより目立っていい女がいるわけがない。なのに若い新人連中はやれユマコさんを超えるだ、自分が主役だと勝手なことを言って、だから二度と舞台に立てないように首を絞めて顔潰してやったんだよ。ユマコさんは永遠に芸能座の看板スターだ。ユマコさんを越していいわけがない。それにこんな旅役者風情の僕にも優しくしてくれた恩人だ。僕はね、彼女のためなら何だってやってやるさ。そんなことしたって松江ユマコは喜ばないだろう。いいんだ、これが僕の愛なんだから。僕は人生の全てをユマコさんに捧げてる。ユマコさんが舞台に上がり続けるためなら何だってできる。柏葉は異常なユマコ信者だ。だから真実が見えなかったんだ。何を言ってるんだ。僕はユマコさんのことなら何でも分かってる。そうだろう。だからお前は蝶のブローチを菊村のふりをして買い続けた。ユマコさんの力になっているんだと思いながら。何が言いたい。お前はユマコさんの心の内は何も分かっちゃいないんだよ。どれだけ孤独だったのか、どれだけ追い詰められていたのか知らなかったんだろう。僕はユマコさんに誰より近い。僕がユマコさんと結婚するべきなんだ。僕は。なでしこ走れ。くそ。兄さん、よくやった。なんともないか。来てくれてありがとう兄さん。よかった。どうなってんだ看板。昼川、壁の中から死体が出てきたぞ。え、どういうことです。その死体はおそらく菊村だ。何ですって。どうした柏葉、お前がやったんじゃないのか。なんで目を丸くしている。それはそうだ、僕だ。僕が殺した。あいつがいればユマクさんは自由じゃない。だから僕があいつを。続きは署で聞く。柏葉流星殺人容疑で逮捕する。僕は捕まらない。おい、お前何してんだ。バカなことはやめろ。罪を償うんだ。黙れ。僕の理解者はユマコさんだけだ。ユマコさん、ああ、死ぬ前にあなたの顔が見たかった。やめろ。さよならユマコさん。何してんだ。止血しないと。リンさん、触るな。様子が変だ。おそらく朝日に毒が塗ってある。もう手遅れだろう。だと何もわからないままじゃないですか。どうなってるんだ。とりあえず署に連絡を。待ってくれ、もうすぐ舞台が終わるだろう。外に出る前に主催室に行こう。そこで全部終わりにする。リンさん、なでしこはもう劇場から出て行った方がいい。ひょっとしたらもっと辛い思いをするかもしれない。いいえ、私も一緒に行かせて。お願い兄さん。何があっても俺から離れるなよ。リンさん、まだ終わってないみたいな言い方ですけど。ああ、終わっていない。俺の予想が当たっていたなら。これは驚いた。壁をぶち壊したら仏さんが出てきたんだからな。菊村だな。これも柏葉がやったんですか。でも変ですね、壁は。ああ、おそらく今俺たちは同じことを考えてる。お前らだけで通じてんじゃねえ、説明しろ。それは何かを抱えている。これは枯れた花束でしょうか。気持ち悪いな、
花向けのつもりかよ。それからこれは菊村のカバンでしょうか。原稿が入ってます。新作でしょうか。見せてくれ。ああ、そうか。やっぱりそうだったんだ。リンさん、見ろ。最後のページに走り書きがされている。愛する妻、ユマコに捧ぐと。それから、すまなかったと書かれている。何もかも、全部つながった。何事ですか？ユマコさん、舞台は？ええ、なんとか終わらせました。一体どうしたと言うんですか？柏場はどこに？見ちゃいけねえ！新月さん！先ほど発見されました。犯行はすべて柏場が自供しました。しかし、自害してしまったため、犯行動機はわかりません。直前の話を聞く限りでは、あなたのためだったと。そんな。あんたからもいろいろ話を聞くことになるとは思うが、とりあえず今は一旦休んだ方がいい。頭の中いっぱいだろう。失礼します。ちょっと待った。事件はまだ終わっちゃいない。兄さん、何言ってるんですか。葵、さっき感じた違和感わかるだろう。ユマコさんは壁を塗り直す作業を菊村に頼まれたと言ったんだ。なのに当の本人はその壁の中にいた。それは。その後も彼女は何度もこの部屋に来ていた。つけている香水の匂いがずっと漂うほどだ。おそらく漆喰がきれいに固まったか、壁の様子を確かめるために足を運んでいたんだろう。おい、ちょっと待てよ。菊村を殺して壁に塗り込んだのはあんただ、ユマコさん。え、何をおっしゃるかと思えばひどいわ、カンバさん。それだけじゃない。若いお嬢さんたちを呼び出して殺したのもあんただろう。それは柏場だったと先ほど。いくら人気俳優でも相手は男だ。全員が全員夜中に呼び出されてホイホイと出ていくとは限らない。お嬢さんたちが夜中でもこっそり会いに行く相手、それは同性で憧れてたまらない大スター、松江ゆま子だった。じゃあ柏場は。奴は気づいていたんだ、ゆま子さんが人を殺していることに。あいつは本気でゆま子さんを愛して見つめ続けていた。ひょっとしたら何かの拍子で犯行を見たか、呼び出しの手紙を手渡している姿を見てしまったんじゃないか。ブローチのこともあり、犯人はユマコさんだと確信した。でも愛するユマコさんには捕まってほしくない。そこで考えたんだ。一人でも殺せば警察の目は自分に向くんじゃないかと。それで私を殺そうと。そうだ、柏場も殺されているのが若い美人ばかりだと分かっていた。同じことをすれば罪をかぶれると思ったんだろう。最悪だ。そう、最悪だ。でもそれが柏場の愛の形だった。そんなの間違ってる。柏場は演技の訓練だとでも言われてブローチを買いに行ったんだろう。ただ途中で気づいたはずだ。ひょっとして殺人の片棒を担いでいるのではと。だがユマコさんに心酔していた柏場はユマコさんの力になろうと考えた。何をおっしゃるかと思えば私は何も知りませんわ。それは無理がある。あなた最初に俺が話を聞きに来た際こう言ったでしょう。まだまだ頑張らなくてはいけない、いなくなってしまった彼女たちの分までと。まるでもう二度と戻ってこないと分かっていたかのような言葉だ。カンバさんの思い違いでは。いいえ、確かにそう言いました。そして夜に偶然会った際もこう言っていた。私を女として愛してくれたのなら何か変わったのかもしれないと。この言葉もまるで菊村と分かり合えないような物言いだなと思ったんです。そうですよね、
その時にはすでに菊村はこの壁の中にいたんですから。私は何も知りません。あの晩、暗闇の中で化粧を落としたままだから顔を見ないでと言っていましたね。あの時、花江を殺したすぐ後だから落としきれていない返り血があるのかもしれない。だから顔は見られたくなかった。違いますか？そんなことはありません。その晩はやきに香水の香りが強いなと感じたんです。あなた、血の匂いをごまかしていたんでしょう。言いがかりですわね。私は何も知りません。だいたいそんな悲惨な犯行を女の私がやれるわけないじゃありませんか。そうよ兄さん、いくらなんでもゆま子さんの細い体では。菊村は別として、殺されたのは小柄で細身のお嬢さんばかりだ。油断していたところを背後から紐で絞め殺すのはたやすい。死体は運ばれた形跡がないから、殺したのもその場だろう。ならば女性が犯人だっておかしくない。でも私だという証拠はどこにもありません。人がやったことの痕跡を消すことは不可能です。あなたの犯行だという前提があれば、警察は必ず証拠をつかみますよ。例えば菊村が胸に抱いている花束、出所を探ることで何かがわかるかもしれない。私は、ゆま子さん、何ですか？そんな目で見ないでちょうだい。私はやっていませんわ。あんたは若くて麗しいお嬢さんを殺して回っていた。自分の脅威となるような次世代の女優を始末するために、花が咲く前につぼみを摘み取ろうとしたんだ。違う。確かに若さは美しい。でもいずれ人間は老いる。それは抗いようのない事実なんだ。ゆま子さん、あんたは菊村が追い求める永遠の若さを実現しようと必死になるあまり、おかしくなってしまったんだ。どうしてそんなことを？あなたは大人の女性としても十分魅力的だ。それじゃダメだったんだ。お前も言っていたろ、台本は全て少女が主役だと。演じられなくなればゆま子さんはお払い箱だ。若手女優にその座を譲らなくちゃいけない。それが苦痛だったんだ。そんな理由で人を殺すほどゆま子さんには重要なことだった。自分の居場所、愛情、全て若さがつなぎ止めていると思えば必死になるだろう。知りません。私は何も。もうよさないか。あんたは芸能座の看板スターなんだろ。観客に失敗を蹴取られてしまったんだ。素直に幕を下ろした方がいい。でなきゃ演出家菊村新月の期待には応えられない。分かったようなこと言わないでください。私とあの人の関係は誰にも理解できません。あんただって理解していなかったはずだ。理解していれば殺すことはなかった。どういうことですの？このカバンの中見ていないだろう。すでに台本はできていたんだ。ほら、これは。主役は美しい旅館の女将になっている。大人になったこれからのゆま子さんを輝かせるための作品だ。新月さん、どうして、どうして何も言ってくれなかったの？あなたが新しい作品を書いているって言ってくれたなら、私は。誰も殺さなかったか。すべてカンバさんの言う通りでございます。私は菊村からの愛と自分の立ち位置を守るために何の罪もないお嬢さんたちを殺しました。いつか
若くて才能のある女優が現れ、私から全てを奪う日が来るのではないか。そんな妄想にばかり取りつかれて、気づけば稽古に身が入らなくなっていった。これではダメだと思ったんです。だからって殺してもキリがねえだろうな。キリがないから、被害者の人数がとんでもないことになったんですよ。新人劇団員に、オーディションに来た少女、そしてファンの中にいた美少女、ひょっとしたらなでしこさんやヨンハさんも。殺そうと思いました。とっても美しくてキラキラと輝いているんですもの。ユマコさん、菊村はどうして殺したんだ。愛してたんじゃねえのか。それは殺人事件の犯人がユマコさんだと気づいてしまったんじゃないですか。柏葉が感づくほどだ。そばにいる婚約者が気づかないわけがない。ええ、そうですわ。あの日、本番が終わったすぐ後。ユマコ、お前昨夜どこに行っていた。どうしたの、そんなに怖い顔で。昨晩は劇場で稽古をしていましたわ。嘘をつくな。俺は昨夜お前が夜中に裏通りを歩いているのを見たんだ。お前の頬には血のような赤いものがついていたぞ。新月さん、違います。私はまさかと思っていた。最近の少女が殺された事件、お前が犯人なんだな。どうしてそんなことをしたんだ。だってそうでもしなきゃあなたは愛してくださらないでしょ。何を言っているんだ。愛だと。人を殺すこととは何の関係もないだろう。ありますわ。稽古場に美しく若い花がいれば、あなたは蝶のようにフラフラと。私のように花びらが落ちかけた花にはもう興味がないのでしょ。だから私は花を摘んでやったのですよ。私は何も悪くない。ユマコ、俺が悪かった。でもこれは許されることじゃないんだ。一緒に警察に行こう。お前が地獄に行くなら俺も共に行くから。ふざけないで。どうして私が地獄に行くのですか。私が行くべきは舞台の上でしょ。ユマコ、新月さん、新月さん、返事をしてください。新月さん、新月さん。カッとなって殴ったらそのまま倒れ込んで。死体を隠すために壁に塗り込んだんですか。いいえ、隠すだなんて。ここに菊村がいればいつだって彼に会えますでしょう。彼はこの建物と共に永遠に私の舞台を見ていてくれる。墓なんて野暮な場所は彼には似合わないじゃありませんか。でも色味が寂しいでしょ。だから彼の好きな花を贈ったんです。何言ってんだ、わけわかんねえ。彼女はとっくに自分自身を見失っているんだ。毎日の公演に若くあり続けるための努力、演技の勉強、後輩たちへの指導、心がすり減って気づかぬうちに狂ってしまったんだろう。だからってな、何の罪もない人を殺していい理由にはならねえだろうが。それはきっとユマコさんも。私も理解していました。こんなこと悪魔の所業だ、許されることじゃない。私は人ではなくもののけに、いえ
鬼になってしまったのだと何度も思った。でもやめれば私は舞台から追放されてしまう。怖かったんです。立ち止まることはできなかったんですか？できませんでした。私はとんでもない化け物ですもの。違う。あなたは俺に止めてほしいと思っていたんじゃないですか？だから俺の前に何度も姿を現した。犯人だと気づいてほしかったから。すまない、たどり着くのに時間がかかってしまった。カンバさん、警察に行きましょう。すべてをつまびらかにするにはあなたの告白が必要だ。必要だと私はずっと言われたかったのかもしれない。舞台の上であなたがいなくては始まらないと誰かに言われたかった。ユマコさんは大スターでしょ。みんながあなたを待っていました。あなたが笑えばみんなが嬉しくなって、泣けば悲しくなって、誰もがあなたに夢中です。たとえ乙女を演じられなくなったとしても、観客は松江ユマコを愛したわ。私はお客様の目が怖いといつも思っていた。評価され吐き捨てられ、人気がなくなればお払い箱だと。でも違ったのね。お客様は私が思っている以上に私を待ってくれていた。当たり前だ。警察の中にもお前のファンが山ほどいるんだ。ありがとう。ありがとうございます。舞台裏ではこんなにも醜い女でごめんなさい。私の本音を聞いて見てくださってありがとう。女優としてこんなに幸せなことはないわ。行きますよ、ユマコさん。待って。疲れたわ。一服させてくださいな。そしたらすぐに行きますから。やめろ。毒だ。くそ、どうしてこんな。これでいいの？被害者のお嬢さんの家には私の財産を分配してお渡しして、せめてものお詫びです。それから私の家にすべて記した手紙がある。ガンバさん、頼んでもいいですか？ユマコさん、死んではダメだ。生きて償うんだ。私、お医者様を呼んでくる。くそ、冗談じゃねえぞ。ガンバさん、私ね、新月さんとはまだ子供の頃に出会って、わけもわからないまま恋に落ちた。ずっと彼についてきた。後悔はしていないの。彼は私を誰よりも愛してくれていたんですもの。でも、もしもっと早くあなたに会えていたら、私の気持ちは変わっていたかも。ユマコさん。なんてね、あの世で新月さんに怒られてしまうわ。もしも地獄に行く前に会えたら、
もらった台本を演じてみせなくっちゃ。気合が入るわ。初めての役だから。目を閉じないで、しっかりしてください。畜生、もう息してねえぞ。どうなってんだよバカ野郎。人の道に外れた結果、鬼になって女優になったか。ひもこさん、これがあんたの目指した道なのか。こうでもしなきゃ舞台には上がれないのか。答えてくれ、ゆまこさん。今回は警察の大失態です。弁明の余地もありません。犯人をみすみす死なせてしまうなんて。俺にはわからない世界だよ。役のために人を殺すなんてね。藤原さんも同じように言っていました。しかし事実は大方伏せましたが、すでに記者は真実に気づいている。大スキャンダルとして報じられるのは避けられないでしょう。そん時はそん時だろ。これだけ人が死んでんだ、もう芸能座も終わりだな。ええ、主催も看板スターもみんないなくなったんです。芹沢さんも別の劇団に行くことにしたと言っていました。空中分解です。変な気分だよ。松江ゆま子は死んじまったのに、ラジオだなんだってあちこちから歌声は聞こえてきやがる。まるで亡霊じゃねえか。亡霊か、そうかもな。何はともあれ、凛さんのおかげで事件は解決です。謝礼は近々届けさせてもらうんで。あ、それから凛さん、藤原さんからのことづけですが。警察には戻らないと伝えておいてくれ。そう伝えておきます。こんな野郎が署内にいたんじゃ神経臭くてかなわねえ。しばらく顔見せんじゃねえぞ。俺だってもう辛い事件で顔を合わせるのはごめんだ。ち、死んだような顔しやがって。こいつといると俺まで運気が下がっちまう。じゃあな。すみません、凛さん。ああ見えて、蛭川さんも結構気がめいってるみたいで。わかるよ。散々振り回された挙句、犯人は死亡。めちゃくちゃな舞台を見せられたような気分だ。凛さん、ひょっとしてゆま子さんのこと、女優や依頼者として以上に。殺人犯に感情移入しちゃ探偵失格だ。俺は何も思っちゃいないさ。それならいいんです。また今度人探しや猫探しの依頼を持ってきます。もちろん受けてくれますよね。ああ、それくらいならな。では僕は事件の後処理があるので失礼します。また今度お茶菓子でも持って遊びに来ますね。事件で面合わせることにならないよう祈ってるよ。あら、もうお帰りになったの。お茶をお出ししようと思っていたのに。忙しいんだろうさ。私がいないところで大変なことが起こっていたなんて全然知らなかったわ。いいのよ、ヨンハを巻き込まなくてよかった。ダメよ、なでしこの危機には私が絶対に駆けつけるって決めてるんだから。王子様みたいね。そうね、王子様だって思ってくれていいわ。たとえ好きな男性に自分の方が大事じゃないのかって言われても、もしもの時はなでしこの元に駆けつける。それが愛情ってものでしょ。ヨンハ、ありがとう。そうだよな、間違ったことを隠すのが愛じゃない。捨て身で助けようとするのが愛なんだ。どうしたの兄さん。林道さんも同じですって。何かあった時は死ぬ気でなでしこを助けに行くそうよ。え、あ、当たり前だろ、たった一人の大事な妹なんだから。あら、実際は血のつながりもないわけですし、素直になったっていいじゃないですか。演じたっていいことないですよ。私たちは役者じゃないんだから。花は儚き、恋せよ乙女です。な、
もう、ヨンハ、怒るわよ。もう怒ってるじゃない。いや、怒ってないわよ。ほらほら、怒ってる、怒ってる。今日もうちは賑やかだな。衝撃的な大女優の謎の死から1日。本日も松江ゆま子を追悼する番組を放送します。始まりは彼女の人気曲、花は儚き恋せよ乙女。どうぞお聴きください。